アルマンド・モンド・デュプランティスは、アメリカ生まれスウェーデンの棒高跳び選手。現在の棒高跳び世界記録保持者。15歳の時、2015年世界ユース、陸上競技選手権大会の男子棒高跳びで、金メダルを獲得。年齢別の世界記録の多くを保持している。2018年のヨーロッパ、陸上競技選手権大会で6.05メートルの、 記録により金メダルを獲得し、2019年の世界陸上では銀メダルを獲得した。2021年の東京オリンピックでは金メダルを獲得した。アスリートの家系に生まれた。ケイジャンの子孫でありアメリカ人の父、グレッグ・デュプランティスは元棒高飛び選手であり5.80メートルの記録を持つ。スウェーデン人の母ヘレナは、 元七種競技選手とバレーボール選手である。二人の兄、アンドレアスとアントワーヌと妹のジョアンナもスポーツをしており、アンドレアスは2009年世界ユース選手権大会と2012年世界ジュニア選手権大会の棒高跳びにスウェーデン代表として出場。アントワーヌは高校で棒高跳びをやめ野球を始め、ルイジアナ州立大学でチームの通算アンダ記録を更新し、 2019年の MLB ドラフトでニューヨークメッツから12巡目で指名されマイナーで外野手としてプレーしている。映像、YouTube アルマンドでプランティスの棒高跳びの成長アルマンドはルイジアナ州ラファイエットの自宅で3歳の時に初めて棒高跳びを始めすぐに大会に参加した。最初に7歳での世界記録を打ち立て10歳の時に 打ち立てた3.86メートルという記録は当時の11歳と12歳の世界記録を超えていた。2015年7月現在、7歳から12歳のすべての年における世界記録を保持している。2015年5月に破られるまで13歳での記録も保持していた。2015年、ラファイエット高校の1年の時、室内と屋外の両方で国内のフレッシュマン記録を 樹立時、ゲータレードルジアナボーイズトラックフィールドアスリートオブザイヤーに選出された。米国とスウェーデンの両方の多重国籍であり、国際的にどちらの国代表で出場するかどうかを選択することができたが、2015年6月にスウェーデンを選択したことが発表された。コロンビアのカリで開催された2015年、世界ユース選手権大会に初めて、 スウェーデン代表で出場し、一度目の試技で5.30メートルをクリアランスし、それによるカウントバックで金メダルを獲得した。これにより個人記録を2センチメートル更新し、新たなユース選手権大会の記録を樹立した。2016年2月6日にルイジアナ州バトンルージュで行われたハイスクールミートで5.49メートルを飛び、16歳での世界記録。 世界室内ユース記録、国内高校室内記録を樹立した。室内で18フィートを飛んだ最初の高校生であった。デュプランティスの同い年のギリシャのエマニューリー・カラリスが1週間後に5.53メートルを飛び彼の世界記録を破った。2017年2月11日、ミルローズ・ゲームズにおいて5.75メートルを飛び、世界室内ジュニア記録を樹立した。 この記録は IAF により承認された。1ヶ月後、ニューバロンス、ナショナルスカラスティックチャンピオンシップスにおいて、同じ施設で5.82メートルに記録を伸ばした。この記録は使用されたペグの長さが正しいものではない、ため承認されなかった。2017年4月1日、ニケクライドリトルフィールドテキサスリレーズで5.90メートルを飛び、個人記録を更新し、 新世界ジュニア記録を樹立した。また、この跳躍は3センチメートルスウェーデンのシニア記録を上回った。IAAF はデュプランティスのスウェーデン代表の記録を認め、2017年12月2日、ユージトフもデュプランティスの記録をアメリカのジュニア記録として承認した。ネバダ州リノで開催されたポール・ボルトサミットで5.83メートルを飛び、 世界室内ジュニア記録を更新して2018年シーズンをスタートさせた。後にこの室内記録を5.88メートルまで伸ばし、2018年のヨーロッパ陸上競技選手権大会で6.05メートルまで伸ばした。6.05メートルの記録により、歴代5位の記録保持者となり、屋外では2位体の記録を保持した。 ドーハで行われた2019年世界陸上において3度目の試技で5.97メートルを飛び2位となった2月4日シーズン最初の大会で室内の6.00メートルを飛んだその後6.17メートルの世界新記録を3度試技した2度目にバーをクリアしたが落ちる時に腕でバーを払い落としてしまった2月8日 ポーランドのトルンで6.17メートルを飛び、ルノー・ラビレニが約6年前に樹立した世界記録を破った。1週間後の2月15日にグラスゴーでこの記録を1センチメートル伸ばし6.18メートルとした。2月19日、6.07メートルを飛びミーティングをでフランスパデカレーを優勝したが、その後6.19メートルの世界新記録への 挑戦には3度失敗した。数日後の2月23日にクレルモンフェランで行われたオールスターペルケで6.01メートルを飛び優勝したが、そのシーズン最後の大会において6.19メートルの新記録への挑戦は失敗に終わった。7月14日、スウェディッシュクラウンプリンセスビクトリアからスカラーシップを授与された。9月17日、 ローマゴールデンガラピエトロメンネアダイヤモンドリーグにおいて2度目の試技で6.15メートルを飛びセルゲイブブカの6.14メートルの屋外世界記録を更新した。なお、IAF は屋内と屋外の棒高飛びを別々の競技としては認めてはおらず、デュプランティスはすでに2020年2月に6.18メートルの世界記録を保持している。ありがとうございます。